はい、こんにちは、勝俣博物館です。ということで今日はですね、仮面ライダー響きのディスクアニマル出てますけども、こちらを買ってきました。ドン、セリア100円ショップですね、100均に売ってた変形組み立てモンスターパズルというものを4種類あったので4種類買ってきました。パズルを解けばモンスターになるぞと書いてあります。種類は全部で4種類かどうか分かんないですけども、売ってたものを全部買ってきました。下に名前が書いてあります。グリーンザウルス、ホワイトプテラ、これはブルーパラサウロかな、ブルーパラサウロ、パラサウロ、パープルマンモスということで、パッケージも全部違いますね。個別のパッケージになってます。すごいね。はい、裏面、株式会社成近屋、成近屋、成近屋、東大阪市にあるみたいです。はい、対象年齢6歳以上。はい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 、ちょっとなんかこう似てるかなという気もしなくもないですけども、というのもまあこれ実は結構前に、3ヶ月ぐらい前かな、結構 Twitter とか YouTube、 レオンさんとかもやってましたけど、 YouTube とかで話題になってたもので、100均にディスクアニマルがあるみたいな、まあ風ですけどね、一緒かどうかは分かんないですけども、なんかこの感じ、上のこの感じ、これ全くそっくりですよね。なんか似てる気がする。なんか似てる気がする。これじゃねえな、こっちだな、なんか似てる気がする。足とか全部に言えるんだけどね。じゃあちょっと解いていきましょうか。どんな感じなんだろう。すごい軽いんだよな。解いてって言うけど結構むずいぞ。なんかバキっていっちゃいそう。結構これでいいね。これは足だね。お、尻尾出てきた。これは足だね、完全に。ホワイトプテラだから、プテラノドンみたいになんなきゃダメだね。これ手だ。あ、わかった。じゃあこれ顔だ。あ、ほんとだ。プテラだ。すげえ。あ、できたじゃん。ちょっとなんか壊れそうな感じなんだよな。見ていただけると分かると思うんですけど、隙間できちゃってるんだよね、これを動かすことによって。まあでもこれでできましたね、プテラ。次、パープルマンモス、これもすごいね。うわ、すごい、すごい。何、どういうこと。こうか、こう逆だ、違うね、全然違う。こうだ。ん？こっちか。ん？むずいぞ。あ、こうして柄が表に来るようにこっちね。はい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 、わかりました。で、足、お、手、お、いいね。あ、いいねいいねいいね。なんかブランブランだけどね。ブランブランだけど。で、ここ足だね。あー、これは簡単だ。で、尻尾。あー、いいじゃん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 。これはできましたね、簡単に。ただマンモスに見えるかといったらちょっとどうかわかんないですけども、これが。こういうことね。次。モンスターってところがいいよね。次はブルーパラサウロ。これ尻尾っぽいな。こっちだな。これ足だね。これ基本的に足だね。で、これ手かな？手だ。これ手だね。で、これ顔？これ動くんか？これ、あ、こっち？
ちに動かない。よし、来た。できた。できましたね。こういう感じだ。ブルーパラサウロ。最後、グリーンザウルス。これ一番かっこいい。一番主役級だね。アカネタカみたいな感じだね。もうでもこれとかもうまさにこれだけどね。これまさにこれよ。ここ逆かな、こっち向きかな、これ尻尾かな。この音が怖いんだよね、結構パキパキって。逆向きだね、結構向きが逆のことが多いね、こうで。おー、すごい。あ、ザウルスはいいわ。あっとっと、手が取れた。このやっぱな、何これ、いいよ。一番本当にそれっぽいし、パクってない感がある。いや、パクってるかどうか分かんないですよ。パクってるかどうか否かは分からないですけど、まあパクってるでしょ。まあどうあがいてもこれはパクってるとしか言いようがないですよね。このこれはもう参考にしたとは言い難いですよ。こういうこれとかね、これは参考にしてるよ。これもうもろだもん、これ尻尾出るとかさ。でも本当これすごいよね、斬新だよ。このディスクアニマル仮面ライダー響き、当時出た時もうわすげえと思ったもん。フォフォ、これねすごいよ。カニさん、あっと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 、結構だからこのボールジョイントとかも取れたりするのもこっちもありそう。全部クリン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 、めっちゃ似てるよね、すごい。よくでもこれを100円で作った。本当に仮面ライダー響きはこれ当時1500円ぐらいだったからね、まあ高いよね。確か1500円ぐらいだった、1000円ぐらいだったかな。でもまあ子供たちがね100円でおもちゃ売り場で楽しめるのであれば、まだ全然在庫ありましたんでね、ぜひ欲しい方は買ってみて遊んでみるといいかもしれないです。戻すのも簡単だよねこれ。戻すのももう簡単です。いいね、簡単でしょ。こっちとかも全然多分できると思う。よいしょよいしょ。ただなんかロックがないからね、響きのディスクアニマルはロックがあるので結構あちこちにこうはめたりとか、だそれがないのでね、ちょっとだけやりづらいところはあるかもしれないですね。まあでも形になっちゃえばもうそのまま1枚のディスクになりますので、あれ？これどうだっけ？こっち？意外と、ん？意外と、ん？っていうところがある。あ、完璧ななんか円形じゃないっていうのがまたいいですね。一味。ちょっとこういった隙間がある。でもなんで真ん中にでも丸が開いてるんでしょうね。これは謎ですよね。入る、ダメだこれは。これ入る大きさに作っちゃダメだよこれ。うわー、これは NG だ。これはめるのは皆さん自己責任でお願いしますね。取れなくなっちゃうかもしれないですよ。いや、ぴったりだ、ぴったりすぎる。しかも本家よりめちゃめちゃいい回りするやん。
これあのね、本当にね、本家よりね、めっちゃいい回りするよ。本家こうだから綺麗だけど、あんなトゥルって言って回転しないじゃん。これめっちゃいい回りするよ。ほら超えた、本家超えた、本家超えてしまった。回転においてはこれ対応っていう、素晴らしいですね。またデラックスじゃないと多分ダメです。あのはい、デラックスで。マジで俺のこのデラックス音差壊れちゃったからな。結構デラックスの音差って壊れやすいみたいですね。はい、ということで今日は変形組み立てモンスターパズル。それではまた明日。